Hey guys, Nabil here. During the time I was filming the King of Fighters 15 documentary at SNK, I had the chance to sit down with Eisuke Ogura, one of the most known artists at SNK and the King of Fighters 15 creative director. In the following interview, we talk about the evolution of the King of Fighters and, of course, the King of Fighters 15. Thank you so much, Ogura-san, for this opportunity. I'm a big fan of your art. So, can you tell us, what was the first King of Fighters game you worked on, and how was it working on a popular franchise like the King of Fighters for the first time? はい、私は旧 SNK の時に、まあ、96年に入社したんですけど、そこから一旦 SNK がちょっと倒産というか、うん、もう解散みたいな形になって、で辞めてから先輩に誘われて行った先でKOF 2001を作ったのが初めて関わった KOF ですね。で、まあ、当時はあんまりそのまさか続きを作ると思ってないような状況で、でもう開発時代ももうほぼほぼ終わりかけの時期だったんで、そんなに大きくは関わってないんですけど、まあそんな形で私の KOF との関わりはスタートしました。ああそうですね、まあまあやっぱりまさかやると思ってなかったんで、かなり意外な気持ちではいましたね。とはまあいろいろ新鮮な部分はありました。はい、ちょっとガローとかゲッカとかとは違うルールでゲームを作るっていうところで面白い部分はありました。One of the most popular chapters of the King of Fighters series is KOF 13. It is regarded by many as the best 2D sprite game. What was your role on the King of Fighters 13? そうですね。13を作った頃は実は私は開発から外れてまして、でそのいわゆる広報とか宣伝とかを携さやっている業務に、携わってました。でまあ、そこの部署で、イラストを描くっていう仕事をしてたんで、まあ、開発から依頼されてキャラクターのイラストであるとか、まあ、ポスタービジュアルであるとかを作成するっていう関わり方でやってましたね。で、まあ、アーケードはそんな感じだったんですけど、そこからまた家庭用の開発が始まる頃に、また私も開発に戻りまして、でそこで、家庭用のデモ、オープニングのアニメの、監修であるとか、追加で作られるイラストの、作成であるとかを、まあ、手伝うというかやってた感じですね。Now you are the creative director of the King of Fighters 15. はい。Can you explain to us what this role means?そうですね、まあ最初に企画が立ち上がった時に、まあ、どういったゲームにするか、例えば、まあ、どういうプロットで話が進行して、その中でどういうキャラクターが出てきてとかで、まあ、KOF であったら、まあ、どういうチームをどういうキャラクターに組ませるかみたいなところをまず考案したりして、で、まあ、それに沿っていろんなことを作っていくっていうのをうまくやっていくように進行を見たり、いろいろチェックしたりみたいなところですね。で、まあ絵的なところとかも決めたりとか、だいたいゲームの全体のところを見てはいる感じですね。はい。Now the King of Fighters 15 updated many iconic characters.What was the process of deciding how a character should look like in the King of Fighters 15? そうですね。まあそのキャラクターによってケースバイケースではあるんですけど、基本的にはまあさっき言ったようなプロットに沿ったキャラクターを、例えばそのアーティスト、キャラクターデザイナーに、まあ何人かいるんで、まあいくつか出していただいて、でその中からまあ、これがいいとか、まあ、これのこの部分を採用しようとかで、まあ、ミックスしたりで、まあ、だんだんとそれをブラッシュアップして
形作っていって、そこにその企画のそのこいつにどういう技をさせようとか、どういう能力を使わせようとか、でそういうのを追加してだんだんキャラが出来上がっていくっていうパターンが一つと、もう一つはその企画の方が先行して、こういうキャラクター、こういうまあ生い立ちのあるキャラクター、こういう技を使うキャラクターをデザインしてくださいって来て、でそれを先ほどと同じようにそのデザイナー数人からアイデアを出してもらってまたブラッシュアップしていくっていう、まあ大体大まかにはその2パターンのどちらかかなっていう感じがしますね。で、まあ、それは新キャラの場合かな。で、衣装替えの場合はまたちょっと違うかなと思うんですけどね。As the King of Fighters 15 uses a different engine, what are some of the things that you can now do that you couldn't do with the King of Fighters 14 engine? そうですね。まず14でちょっとできなかったことっていうのがいくつかあって、まあ、例えばその重量感のある表現であるとか奥行き感とか、まあ、その深みみたいなところをもっと突き詰めた状態で表現したいっていうのとか、まあ、あとはその、まあ、陰影光の表現とかをもっと強化したいなとか、あとはまあ例えばそのカメラ演出の時に被写界振動を入れるとか、まあ14ではその掛け合いキャラとキャラが話す時もこっちこっちこっちってその交互に映すみたいな、あるいはその分割して画面を分割して映すみたいな形でやってたんですけど、それをよりシネマティックにこう手前のキャラを舐めて奥のキャラを映すとか、それがこうゆっくり回り込むとかを、まあ、被写界振動を入れながらやるとか、まあ、よりシネマティックな表現がしたいとか、まあ、そういうところを、まあ、14より強化したいなっていうところでやってましたね。まあ、だからエンジンも自社開発のやつで14はやってたんですけど、まあ、15はアンリアルエンジンを採用してやろうと、まあ、そういう感じになりました。And can you tell us how do you decide which characters would get a new costume and which one would stay with their old one from the previous games? そうですね。まず伝統的にキャラのコスチュームをよく変えるキャラっていうのがいるんですよね。例えばアテナであるとか、まあ、それはもうお約束的に今回も変えようっていうのとかはあったりで、で割と変えないキャラっていうのは、まあ、いわゆる道着キャラとかなんかこうそういうなんか衣装がそのままキャラクター性を表しているようなキャラクター、例えばマイとかだともうあれ以外の衣装でマイって言ってもなかなかね難しいところがあったりするんで、なんでちょっとカジュアルな衣装をもともと着てて、でよく衣装替えが何回か行われているようなキャラは割と積極的に変えようっていう感じになりがちかなと思いますね。で、まあ、あとはそのストーリーの流れに沿ってちょっと変えたいなとか、チーム編成に合わせて変えたいなとか、まあ、例えば今回ベニマルとかであったら、まあ、他の2人が中国系の男の子なんで、まあ、ちょっと彼のシャレっ気というかそういう性格とかも考えてややそのチャイニーズな衣装を取り入れるとか、まあ、そういうことを、まあ、遊び心というかそういうところでやってますね。The King of Fighters 15 bring new characters to the iconic franchise. Can you tell us how difficult it is to come up with the new characters and how they would fit the franchise? Yeah, そうですね。毎回これはかなり悩むというか時間のかかる作業で、やっぱりこれだけ、まあ、KOF に限らず格闘ゲームが
たくさんあって、もう何もう1000以上キャラクターいると思うんですよね。その中で新しいキャラクターをやっぱ踏み出していくっていうのはやっぱちょっと大変は大変ですね。ただまあその中にそういうことにチャレンジしていく楽しさっていうのは確実にあるんで、まあ、楽しみながらみんなでああでもないこうでもないと考えている感じですね。でまあやっていったら意外に新しいもの楽しいものっていうのは生み出せんのかなっていう感じですね。今回も割とそのあたりうまくいったんじゃないかなとは思ってますんで、はい。Now finally, can you tell us what are your hopes for the future of the King of Fighters franchise? はい、まあ15の方がまだまだ、この間次のシーズンも発表されて、キャラも追加されていって、でさらに、クロスプレイなどの、予定もありますんで、まあ、そちらの方を引き続きぜひご期待いただいて継続してプレイしていただけるとありがたいかなと思います。それとまあそれ以外にもいろいろ考えていけたらなとは思ってますんで、またそちらの方も引き続きよろしくお願いしますということで、I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to like and subscribe and look forward for more videos. Now until next time, thank you guys for watching.